はい、おはようございます。今日は8月28日です。すごく過ごしやすいです。土曜日、今日も見ていただきましてありがとうございます。明日29日はですね、僕と和子さんの結婚記念日なんです。1991年ですね。今年で33年になります。去年はお花を送ったんだけど、今年もどうしようかね、ゆみちゃんとお祝いしようかなと思っております。一緒に過ごせなくても結婚記念日は結婚記念日ですからね。腰の痛みなんですけれども、だいぶ良くなりました。ちょっとお尻横側ですね、ハムの上の方、そこが張ってるかなって程度になりました。今日で全開になるんじゃないかなと思います。はい、今日も楽しくいきましょう。ここ何置いてあるのかと思ったら、今日お祭りなんですよね。去年来たっけね、3人でね。今日ミミちゃんは、ピンク色のリボンしてます。チョーカーつんだっけ。カウコさんがリボンしてってねって言ってたっけね。なんとミミちゃん、こういうすぐにピンクのとかを身につけてないとね、なかなか女の子ってもいてもらえないもんですからね。今日はピンクの紹介していきました。いつもねもらうんだけど、僕だけになっちゃってからはね、もらったし日しか透けてないもんね。朝ごはんです。今日はバゲットを3つ焼いてみました。サクサク、ほかほか、ふわふわでございます。で、スパイラルハムちょっと切ったやつ。どうした、みたいなんか湧いてる、あと冬瓜のスープです。ではいただきます。コーヒー入りましたので入れます。ちょっとこぼれちゃった。ちょっと勉強してみましたら、このモカポットで入れたのをエスプレッソというわけではないらしいです。モカポットで入れた濃いコーヒーということらしいです。エスプレッソ風ですね。エスプレッソは気圧、圧力で抽出するんですが、この湯は圧力低いんで、エスプレッソとは言わないらしいです。でも抽出された濃いコーヒーは美味しいです。熱い、はい、というわけでございます。今日もこれ飲んで目パティッと覚まして編集やりたいと思います。お昼ご飯です。ラタトゥーヤうどんです。うどんなんですね、はい、それとカキフライの残りです。メモリベイカー、これはレンジで温めました。これはリベイカーのフライドモードだっけ、フライドモードですね、はい、外はサクサク、中はふっくらに仕上がっております。ではいただきます。ゼルダ姫の新しいやつですね。これ今日から始めてみたいと思います。強い。楽天のポイントが2万点以上集まってたんで、ちょっと大きすぎたかな。これコーヒーをストックするための真空パックみたいの買いました。サス304ステンレスですね。よいしょ。
で、この、おしゃじもついてます。何グラムかわかりませんが。で、持って、こうやって閉めるんだよね。パッチンと。はい。ここに日付が入るようになってます。今日は、28日にしときます。で、持って、これは、どうすんだ？あ、え？あ、これもあるのか。ってことで、この矢印ですね。9月28日に入れたということで、豆持ってきましょう。これがお隣からいただいたイタリア土産の豆です。250g。じゃあこれ開けて、お腹入れたいと思います。これはね、コーヒー豆、コーヒーです。よいしょ。うん、たっぷり入りました。ちょっと残ってる。モカポットで入れたいと思います。250g でちょうどいいぐらいですね、これでね。で、また明日からも美味しいコーヒーを飲みたいと思います。これはどっか刺したけど、くっつくるとこないのかな。ダメだね。ここ刺しとけばいいか。はい、こんな感じで保管しておきたいと思います。冷蔵庫入れといた方がいいのかな。ミミちゃんはつまんなくてふてくされちゃいました。ミミちゃん、お散歩行こうか。行きますか。ね、3時過ぎたし、お散歩行こう。うお、風が出てきた。夕方お散歩です。雨降ってたんですかね。全然外のこと気にしてなかったから。はい。なんか午前中ぐらい雨ってことだったと思うんですけど、昨日の予報だとね。全然外見てませんでした。今日は頑張って編集して、それからゼルダのゲーム。この前にゲームやったのってなんだっけ？ピクミンか。あれからやってなかったかな。なかなか時間ないしね。うん、みーちゃんゴシゴシしますよ。はい、こっち来てください。今、排水管、これな、これ。排水管の工事してるんですけれども、そこのガードマンのお姉さんが、下のエレベータールームにみーちゃんと、二人で座ってたら、ミミちゃんですかって言ってきて、なでなでしてくれました。綺麗なお姉さんだったね。なんか、ガードマンさんの間で噂になってるようです、ミミちゃんが。他の人から聞きまして、可愛い子がいるよ、つってね、来てくれました。ミミちゃんだってね、名前知っててくれたね。はい。はい、どうぞ。あれ？まだか。あれだね。フィラリアの薬。月曜日だね。あさってだ。はい、じゃあお肉も入れましょう。お肉欲しい人。お肉欲しい人。はい。はい、ごちそうさま。ご飯まで少々お待ちください。待っててね。はい、今日はこれからアマゾン行きます。7時からですね。19時から22時30分までの3時間半です。今日は5階のお仕事でございます。その前にセブンイレブン寄って、お茶をいただいていこうと思ってます。では行ってまいります。後ほどです。赤くなった。はい、帰ってまいりました。お疲れ様でした。今日は47個だったかな。はい、最初67だったんですけれども、荷物ない方がいらっしゃったみたいで、
あとステーションの方からね20個分けてあげてくださいってことで、もっと持ってってもらってもよかったんだけど、はい、47個配って、ちょうど10時ぐらいに配り終わりましたかね。はい、全部今日は配れましたんで直帰できました。でちょうど10時だったんで生存確認会をそのまんま参加しながら帰ってきた感じですね。はい、今その生存確認会も終了しまして、先週ねみんなに来てもらってたもんですから、はい、まあリアルで先週はやったんですけど、はい、今週はまたオンラインでした。楽しいです、はい、ありがたいことでございますよね。明日は何時、明日ゆっくりなんだ、8時からだから晩ご飯うちで食べてからお出かけみたいな感じですね。8時からは久しぶりかな。まあ気をつけて行っていきたいと思います。ではまた明日、お疲れ様でした。おやすみなさい。